はい、酒好きな新潟人、元新潟人の飲酒動画、今回も、一応焼酎をね、ネットで買いました。前回と同様ですね、焼酎香類ということで、をですね、ネットで、リスナーさんに勧められたものを買いました。こちらは、よいしょ。はい。だるま焼酎でございます。こちらもですね、非常に珍しい。というか、俺は知らなかったんですが、だるま焼酎、広島の、お酒みたいですね。焼酎香類です。自家蒸留酒となってます。最高の一生にしたければ、今一瞬を大事にすべし。容量が 1.8 リットル。アルコール度数25度。原材料がサトウキビ糖蜜。仕込み水が広島、キチワカン三名水。で、こちらが広島県の中国醸造株式会社という会社です。はい。こちらは前回の、雪中米騒動に比べると、越中米騒動に比べるとですね、普通の焼酎。米とかは使ってないと。なんで、焼酎香類の、ね、ものとなってます。それでは開けていきましょう。よいしょ。それじゃあ、いただきましょう。こちらもですね、まあさっき言った通り、リスナーさんの勧めで買ったんですが、非常に飲みやすい。こちらも金宮に負けてないぐらい飲みやすい。というらしい。いただきます。うん。匂いはほぼ無臭ですね。これすげえな。これ水だ。ほとんど水だ、これ。ほとんど水だ、これ。すげえ。これすげえ。ほとんど水だ。口当たりは、でも口当たりでいくと、越中米騒動の方がいいね。口当たりのまろやかさは、越中米騒動に軍配が上がるけど。飲んだ後のその、癖とかは、はるかにこっちの方が、まあ、あれ米焼酎だったからさ。あっちは米焼酎入ってたからそうだけど。これすごいな。ほとんど酒と思わせないレベルの、癖のなさという、アルコール臭も全然しないし、ピリピリっともしないし、ピリピリさも何にもないもんね。うん。口にね、入れて、こう混ぜたりすると、くちゅくちゅって、こう、口の中で混ぜてもね、何にもね、ピリピリっとも言わない。辛いくもないし、ピリピリっとも言わない。アルコールのその刺激っていうのが、ほぼない。すごい、まろやか。これすげえな。さすが焼酎マニアの、焼酎マニアのリスナー、だけあるな。俺以上に焼酎マニアの人がいるんです。焼酎って言ってもね、焼酎香類マニアですからね。芋焼酎とかおつ類マニアじゃないんですよ。香類マニアなんです。そこがすごい。俺の動画を見てなんか焼酎香類にハマったって言ってるんですけど、俺以上にハマってるからね。
俺そこまでついていけねえ。うん。これは金宮よか、金宮にため張れるな。下手したら金宮よか、口当たりすごいかもしれん。マイルドかもしれん。今度金宮と飲み比べしてもいいな。今度金宮とさ、これ飲み比べしてさ、どっちが最強の焼酎香類か決めようぜ。癖のなさナンバーワンの、あれを、称号を勝ち取ろうぜ。あ、値段こちら。こちらも確か送料込みで2000円ぐらいだったはずです。2000円だったかな。そんぐらいだったはず。楽天とかで買ったんだけど。うん。これマジ金宮よく勝つんじゃないか、これ。このマイルドさは。これすごいな。本当に、焼酎、香類っていうのはなんだか、香類焼酎をね、舐めてる人がいるんですよね。それに非常に腹立たしいんですけど。底辺の飲む酒だとかね、勝手なこと言ってますけどね、あれはもう全くの嘘でね。まあ、これだけ飲んでる人っていうのは、まあ、焼酎、香類自体を、これだけ飲んでね、ストレートで飲んでる人っていうのはなかなかいないと思うけど、俺は普通に、ストレートではあんま飲まないですから、あんまっていうかほぼ飲まない。最初だけ飲んで、こう紹介するときだけこう飲んで、で、後からもう炭酸とレモン 100% の果汁で割って、飲むんだけど、うん。だから、そこまでね、そのガチ勢ではないんですよね。もうガチ勢になると、もうこれをね、ロックとかでいただくからね。すごい。うん。俺そこまでできん。まあでも、ロックにすれば、なおさらこれあれですね。スイスイいけちゃいますね。水ですね。ロックにすると冷えて、癖がなくなる分、余計水になりますね。うん。ああ、これすげえな。だるま焼酎。またググってみますか。だるま焼酎。だるま焼酎。こちらですね。だるま焼酎が、俺が買ったこれはですね、ダルマ焼酎のレトロラベルというものです。で、ダルマ焼酎にいくつか種類があったはずなんだけど、わさびの里の名水を利用したまろやか重視タイプの香類焼酎です。となってます。俺が買ったのはこのレトロラベルってやつなんだよね。他になんかなかったっけ？でも、サイトには載ってるのは、そやね。この会社日本酒も作ってるみたいやけど。焼酎でいくと、これ芋焼酎と麦焼酎が売ってますね。で、だるま焼酎のレトロラベルと。こちら 600ml も売ってるみたいです。これだけっぽいな。確かまだなんかあった気がするんだけど。だるま焼酎、なんかあって気がすんやけど、レトロラベルじゃなくて、なんとかラベルってのもあった気がすんですよ。レトロラベルじゃなかった。あ、普通のなんか、だるまっていうやつがあるみたいですね。だるま焼酎、大だるまとか、普通のだるまとかね。って売ってるみたいです。
まあ、味が違うのかさっぱりわかりません。ただこの、これが、この瓶の色が茶色になってて、で、このラベルの、あの絵が違ってるっていうだけなのか、そういうのはありますね。中国醸造の、たくま焼酎だるま25度 1800ml 価格が1050円。うん。で、なぜか、あの、学割対象ってなってますね。どうなってるの？酒をこの、学割で買うのか。意味不明な。楽天市場は、どうなってるの？だるま焼酎。わさびの里の名水として知られる広島県、なんとか日市、なんとかの超軟水を使用しています。これ東京都で飲めるみたいですね。売ってるとこあるみたいです。ボトル2000円らしいです。600ml 2000円で売ってるところがあるみたいな。まあ俺は買わない。わさびの里の名水、神山、神山かな？伏流水として知られる、なんとかの、広島県なんとか市の超軟水を使用し、隠し味として20年を超える長期熟成、かすどり焼酎をブレンドして、まろやかさと深みを加えました。読めないな。なんて書いてあるのか全然読めへん。あ、一応広島県、広島では有名な焼酎みたいですよ、こちら。うん。こちらは広島では有名な焼酎みたいですね。今画像で見たんですけど、広島カープの球場に、だるま焼酎の、だるま焼酎っていう、あれが書いてあるね。いわゆる広告的なやつがね、書いてあります。やっぱレモンが合うみたいです。レモン焼酎的なね。レモンチューハイ的なのが合うみたいですよ。まあ値段としてはですね、こちらだるま焼酎がオンラインショップで買うとですね、この中国醸造っていうところのオンラインショップではですね、なぜかだるま焼酎が売ってないんですよ。売ってないっていうか、このね、レトロラベルっていうのが売ってないみたいで、普通のだるまってやつが売ってる。これとは多分味が別物なんだろうね。おそらく、うん、下手したら別物の可能性もありますからね。買うんだったら、楽天市場で、俺が確か買ったの楽天市場でだるま焼酎、あれ違うな、これもあれだな、レトロ売ってねえな。あれ？だるま焼酎。レトロラベルが売ってませんね。あ、売ってた、売ってた。値段が1441円。1.8 リッター1441円となってます。全国総量、
630円だから、まあ大体2000円。うん。大体2000円です。これはすごいですね。このまろやかさはパネーな。このまろやかさはパネーな。うん。これはすごいっすね。これリスナーさんね、センキュー、アザス。教えてくれたアザス。今夜からっていうか、明日か、明日ちょっと、レモン果汁買ってきて飲むわ。雪中米騒動もね、まあ全然残ってますんで。あれも、一緒に。炭酸割りとかにして飲みます。コクが驚くほどないね。うん。コクが驚くほどなく、甘み、香り。まあ、香りもそんなないか。これはおすすめできるでしょう。これはぜひ、おすすめですね。焼酎、香類大好きな人は、まあ、金宮と並んでこれは、おすすめ。1325です。ご視聴ありがとうございました。